はい、これ臓器提供意思表示カードですよ。生まれつきまたは後から発症した病気などによって臓器移植でしか助からない命があり、その命をつないでくれるのが臓器提供の意思表示です。優しさと思いやりで救える命があるのです。ではくまモン、かけがえのない命のバトンに。病気や事故などにより脳死と判断された場合に、本人の意思を尊重するため、あらかじめ臓器提供の意思を書面で表示しておくことが大切です。この臓器提供意思表示カード以外にも、運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード、そしてインターネットでも意思表示をすることができるんですよ。臓器提供により救われる命があります。このことを多くの人に知ってもらうため、県では臓器提供や移植医療について市民公開講座をオンラインで開催します。皆さんの参加をお待ちしています。また教育の現場では、命を尊重する心を育む道徳授業の一環として、移植医療を題材とした命の授業が行われています。命の授業を受けてどんなことを思いましたか？はい、僕はこの授業を受けて他の人の意見を聞き、自分は今までもししたら自分の考えでは臓器提供をしたいと思っていましたが、他の人の意見を受けて家族の意見をちゃんと聞いた上で自分に反対したいと思いました。県では授業や講演会などに熊本県臓器移植コーディネーターを派遣していますので、お気軽にお問い合わせください。皆さんが表示した意思は医療現場の医師がつなぎます。医療現場では命のバトンをどう受け止めていますか？はい、本人に生前の臓器提供の意思表示があれば命のバトンをつなぐことができます。さらに現在では本人の生前の位置が不明の場合でも、ご家族の承諾があれば命のバトンをつなぐことができるようになりました。しかしやはり本人の意思がとても大切だと思いますので、ご家族や親戚で話し合っていただいて書面による意思表示をしていただければと思います。救命救急センターなどでは懸命な救命治療にもかかわらず、残念ながら脳死状態などになられたときに、このような尊い意思を成し遂げられるように精一杯サポートさせていただいています。提供いただいた臓器を移植する医師も命のバトンをつなぎます。命のバトンをどう受け止めていますか？はい、病気や事故などで臓器不全になられた患者さんで移植を希望して日本臓器移植ネットワークに移植希望の登録をされている患者さんは約1万4000人いらっしゃいます。私たち移植医は移植を待つ患者さんに臓器提供者とそのご家族の意思を命のバトンとともに確実につなぐ、そう思いながら移植医療に携わっています。命をつなぎ思いをつなぐため、臓器提供意思表示の輪が大きく広がっていくことを願っています。県内を走るタクシーもステッカーを貼り、意思表示が増えるよう応援していますよ。また新型コロナウイルスの感染防止のため、くまモンと一緒に手洗いや人との間隔を空ける、こまめな換気、マスクの着用などの新しい生活スタイルを続けていきましょう。なお番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。ご覧の要領でご応募ください。笑顔いっぱいの写真もお待ちしていますよ。次回のくまモンスマイルジャンプは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業を対象とした感染防止対策と経営力強化のための支援制度をリポートします。この番組は熊本県の提供でお送りしました。